隣の部屋から聞こえる壁を通してあの子の歌が、だからテレビも全部消してコーヒーをゆっくり入れるよ。あれなんだか今日は聞こえない、結構楽しみにしてたのに、別にあの子のことは気になるくらいでどうでもいいけど、映画の見すぎでロマンティックなことを考えちゃう、間違えて僕の家のドア開けないかな、そいつのことが好き。